Thank you.
って。これまで優勢を保ってきたラグズ連合はゼルギウスの一計により情勢を覆された。一騎打ちに敗れたスクリミルは瀕死の重傷を負い、ガリア軍全兵は大きく動揺。士気は軍の崩壊を危惧せねばならぬほど落ち込んでしまう。
スクリミルの副官を務めるライはこれ以上の戦いを断念し軍の撤退を決意。ガリア軍はゼルギウスが与えた3日の猶予を利用してリバン川を越え祖国を目指す手はずとなった。Thank you.